エオティラヌスは、ティラノサウルス浄化に属する絶滅した、重脚類の恐竜の属。白秋前期にあたるイギリスのワイト島の南西の海岸に位置するウィールデン総群ウェセックス層から、化石が発見されている。植物の堆積した、粘土炭層から発見された妖体から生体までの、標本ミワグ1997.55例は、様々な頭骨、椎骨、 付属紙から構成されており、2001年にハットラが記載した。俗名は、本族が初期のティラノサウルス上下に分類されることあるいは、暴君トカゲに由来し、首相名は化石の発見者を称えたものである。ホロタイプ標本と人の大きさ、比較ホロタイプ標本に存在する数多くの特徴は、エオティラノス族特有のものとされた。 ハ骨の噴側の端は最も近親の思想が存在するくぼみを持ち、くぼみの噴側内側の円には配側へ向いた突起が存在する。ハ骨の側面には湾曲した横方向の筋が走る。上角骨の粉側背側の円の近くには肥大した溝状のくぼみが存在し、くぼみの後端では上角骨に穴が貫通している。 微速配速に位置するくぼんだ部位には上角骨の低い筋突起が存在する。尺骨と頭骨の軸中央の断面は類敵型をなす。ホロタイプ標本は化石化する前につながりが断たれ、数多くの骨が飛散した。一切の脊柱がつながって保存されておらず、脊椎は分断された椎体と神経棘から構成され、一個体であることが推測されている。 骨格の保存状態が悪いため、数多くの破片の動脂が困難な状況にある。未動脂動体部の骨は多く、頸骨の縁異部であると考えられていた尺骨も存在する。この骨が適切に同定される以前には、エオティラヌスはより長い頸骨を持つと考えられており、エオティラヌスの初期の復元に影響を及ぼした。 2001年のハットによる診断で、エオティラヌス特有の形質とされた特徴には、実際には、ティラノサウルス上下に広く共通する形質であることが判明したものもある。例を挙げると、全上蛇骨の D 字型断面の歯にある、虚子状構造は、エオティラヌス蓮儀特有の形質からはほど遠く、全眼下窓の卓越した隆起や水平方向に平坦化した上蛇骨なども、 本属特有のものではなかった。エオティラヌスのホロタイプは全長4メートルほどと推定されている。ホロタイプ標本が発見された正確な場所はその重要性と海岸線の交代により新たな化石が算出する可能性により明らかになっていない。記載論文での言及によると、ワイト島の南西部の海岸で1995年に アザーフィールドポイントとハノーバーポイントの間で標本が発見され、地元の化石収集家、ギャビン・レングが海岸で発見したカギズメをサンドウンのワイト島の地質博物館に勤務するスティーブ・ハットの下へ持参した。ギャビン・レングはカギズメを発見した場所を公開し、その後数週間にわたって慎重な調査が進められ、化石が硬い母岸から取り出された。ポーツマス大学の科学者と、 ロンドン自然史博物館からの助手が数年をかけて注意深く標本を調査した。2000年にギャビン・レングの名誉にちなんでエオティラヌスが命名され、ハットラは2001年に手短に化石を記載した。2018年7月には最初の記載に協力したハットの研究仲間であるダレン・ライシュがエオティラヌスの学術論文を公開するためにコーファンドムフンドレイザーを作り、 その目的が達成された。現在はオープンアクセスで閲覧可能である。2021年にはダイナソーアイルと福井県立恐竜博物館が共同で頭骨を立体的に復元した。立体復元頭骨は福井県立恐竜博物館で世界初公開された。エオティラヌスの発見は初期のティラノサウルス浄化が長い獅子と三本の手の指を有したキャシャな動物であることと そしてその中では、エオティラヌスは、幾分大型であることから、ティラノサウルス浄化が、初期の進化で、大型化したかエオティラヌスが独自に、大型化したことを裏付けている。また、発見地がヨーロッパであったことにより、北アメリカのストケソサウルスやヨーロッパのアビアティラニスと、共に、ティラノサウルス浄化のアジア起源説に一石が、投じられた。以下は、 大半のティラノサウルス浄化の系統関係を示した、ローウェンによる2013年のクラドグラム。2014年には、メガラプトルに近縁なメガラプトル類に、エオテラノスを分類する研究が発表された。しかしメガラプトル化の分類は依然として、混迷を極めており、現状では、カルノサウルス類か、ティラノサウルス浄化のどこに位置するのかは不明である。2016年には、 ブルサッテとトーマスが共同でティラノサウルス浄化全体の系統解析を行った。それによると、やはりいレンはティラノサウルス浄化のパンティラノサウルヤに含まれティラノサウルス浄化内において進化の中間段階にある種だとされた。こうした中間段階にはティムルレンギアやススキティラヌスが挙げられる。エオティラヌスは周辺に生息した様々な小型から 中型動物を獲物とする肉食動物だった。前者の例としては、哺乳類のスパラコテリウム化や、エオバータル化が狙われた可能性があり、後者の例としては、長脚類のヒプシロフォドニアコンプソグナトゥス科のアリストスクスが狙われた可能性がある。加えて、周辺の大型恐竜の幼体も狙われていたとされる。また、重脚類の多くで確認されているように、 本種も共食いを行っていた可能性がある。多くの肉食動物がそうであるように、本種も共存した代償様々な肉食動物と競合していたと考えられている。こうした競争は生態系がほどほどに豊かで、なおかつ捕食者同士の食性や体格が似通っている場合に発生しやすい。本種の上位には大型住脚類のネオベナトルやバリオニクスが一致しており、 とりわけネオベナトルは地上性の捕食者だったため、本種にとっては大きな脅威だったと考えられている。こうした相手には長い足を活かした瞬足で危険を回避していた。上記二族のような大型住脚類の存在により、本種は生態系において二次捕食者のニッチを占めていたと考えられている。上位からの圧がある一方で、近いニッチの種とは、 獲物休みかをめぐって争う関係にあった。競争相手には小型住脚類のコンプソグナトスカが挙げられる。そうした競合の結果、本種は比較的大きな体格や頑丈な頭部を発達させていた。これは両者の植生に違いがあったことを示唆しており、こうした食べ分けは現在の猫科でも確認されている。一方で体の大きさや 頭部の強度をもとに考えると、本種はアリストススクスのような2から3メートル台の捕食者よりも上位に位置していた可能性がある。コエルロサウルス類では似たような例として、大型のシノカリオプテリクスと小型のシノルニトサウルスが捕食被食関係にあったことが確認されている。ヒプシルフォドンをオーエオティラヌスの復元図、ウェゼックス層に由来する他の恐竜も背景に見える。 エオティラヌスが発見されたウェセックス層は、現在の地中海と同様に温暖で蒸し暑い環境だったと考えられている。しかしながら、エオティラヌスが生息していたバレミアン後期からアプチアン前期にかけて寒気が増加していた証拠が確認されている。ウェセックス盆地においては体積学的証拠である泥のひび割れといった化石が発見され、この地域が短いウッケを伴う年間平均気温。 20摂氏25度という温暖な小気候にあったことが示されている。ワトソンとアルビンによる1996年の論文並びに、アレンによる1998年の論文では、ウェセックス層の植物症が耐火性と耐寒性を示し、顕著な寒気を伴う季節性の気候に適応していたとされている。なお、雨季が存在した根拠は、 植物の体積層から得られる植物のサンプルに、腐敗した菌が高頻度で確認されることである。ウェセックス層には、幅広い動物症が見られ、カルカロドントサウルスかのネオベナトルやコンプソグナトゥスかのアリストスクス、基盤的身長版類のヒプシロフォドンとマンテリサウルス、並びにバルドサウルス、竜脚類のウルニトプシスやエウカメロトゥス及びイウティコサウルス、 極竜類のポラカントゥスなどがいた。エオティラヌスが捕食していたとされる、哺乳類も数多く共存しており、スパラコテリウム科のヤベルレステスやエオバータル科のエオバータルがいた。ありがとうございます。